これより、バリエンスホールディングス株式会社2023年8月期決算説明会を開始いたします。代表取締役の崎本より決算概要についてご説明した後、皆様からのご質問にご回答いたします。それでは崎本社長、よろしくお願いいたします。はい、バリエンスホールディングスの崎本でございます。本日は大変お忙しい中、決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。それでは早速説明に入らせていただきます。本日はこちらの目次に沿ってご説明させていただきます。まずは会社概要についてでございます。バレンスホールディングスは2011年に会社を設立し、現在国内外連結子会社11社、持ち分法適用関連会社1社のグループ合計12社で事業運営を行っております。スライド右側は当社グループの事業ブランドでございますが、ブランド品、骨董品の買い取り、販売のみならず、不動産や自動車の取り扱いも行っております。また改めてパーパスを、作らせていただきました。私たちはサーキュラーデザイン・フォー・ザ・アース・アンド・アース、日本語にすると地球、そして私たちのために循環をデザインするをパーパスに掲げております。2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにするというカーボンニュートラルが世界的なテーマになっています。人間活動によって生み出される温室効果ガスが気候変動問題をさらに深刻化させていること、また人々が私利私欲を追求することでの人権問題もさらに大きくなっているというふうに理解しております。だからこそ私たちは売上利益だけを追求するのではなく、環境や社会に向き合う社会課題解決型の企業となるために、このパーパスのもと企業活動を行っております。そしてミッションは大切なことにフォーカスして生きる人を増やすです。世の中を見渡してみると、あまりにも自分の人生を生きている人が少ないと感じています。他人や社会が作る正しさに翻弄されることなく、自分にとっての本当の幸せや豊かさを見つめ直すきっかけを提供し、事業活動を通じて大切なことを尊重して生きていく人を増やしていきたいというふうに思っております。そして2030年までに目指す姿といたしましては、サーキュラーデザインカンパニー、循環をデザインする会社として、時計、ジュエリー、バッグ、アパレルといういわゆるブランド品を中心に、骨董品や美術品、またワインや高級車、不動産など、世界中で共通の価値がある実物資産を不必要な人から必要な人に届け、バリエンスを中心として、あらゆる価値がグローバルに循環する世界を実現させ、新たな収益機会を創出してまいります。続いて2023年8月期の業績についてご説明させていただきます。こちらは2023年8月期のサマリーです。GMV は前期比29.2%増加の833億円と過去最高となりました。特に SaaS 型新機能のスタートが委託拡大にも貢献し、オークション委託落札額は前期比3.0倍の105億円と、初めて100億円を超える結果となりました。ウェブマーケティングを中心とした集客に注力したことや、金相場が好環境で推移したこと等により、仕入れ高は前期比14%増加の561億円となりました。1年を通じて時計相場が軟調に推移し、厳しい環境下ではございましたが、インバウンドの 需要回復に伴う国内パートナーによるオークション落札が活発であったことや、小売強化にも取り組んできた結果が功を奏し、売上高は前期比20.1%増加の761億円となりました。オークション委託拡大における手数料の売上の増加、また粗利率の高い小売売上高の伸長などにより、売上総利益率は26.3%と、前年同期比0.5ポイントの改善となりました。また積極的な人への投資を継続したことや、ウェブマーケティングの強化、買取店舗及び小売店舗の出店、本社移転や米自動車の M&A 等の投資を加速したため、販管費は増加したものの、営業利益は前期比15.6%の21億8000万円となりました。続いて第4四半期の業績は次の通りでございます。4クォーターの売上高は前期比18%増加の224億円と過去最高を更新いたしました。オークション委託や小売は堅調に推移した一方、金相場の高騰や4クォーターでは時計相場が軟調に推移したこと等により、
自社オークションのラリー率も一時的に影響を受け、売上総利益率は前期比横ばいの 25% となりました。来期に向けた人員拡充やマーケティング等に先行して注力した結果、販管費は前期比 28% 増加となり、結果として営業利益は前期比 11% 減の8億円となりました。先ほどご説明した通り、通期の売上高は761億円と前期比 20% 増加、営業利益は前期比 15% 増加の21億8000万円となりました。次に4クォーターのトピックスでございます。買取面におきましては、3クォーターに引き続き仕入れは好調に推移いたしました。時計相場が軟調に推移したものの、金相場の上昇等もあり、仕入れ高154億円と過去最高を更新いたしました。三越伊勢丹様との取り組み、アイムグリーンや大手銀行、証券会社様をはじめとする金融機関様とのアライアンスによる仕入れも引き続き好調に推移いたしました。出店につきましては、出店計画通り進捗しており、国内3店舗、海外3店舗を新規出店し、期末の店舗数は国内135店舗、海外38店舗の合計173店舗となりました。販売面につきましては、引き続きインバウンドの需要も強く、小売店舗の売上を中心に小売売上が伸長いたしました。なお、オークションにおける委託も好調に推移いたしました。また、自動車事業の売上拡大、金相場が高水準であったことから、地金の売上高も伸長したため、比較的粗利率の低い、販路の売上高構成比が上昇したことなどによりですね、売上総利益率は 25% となりました。続いて、仕入れ高店舗数の推移でございます。コロナが5類に移行したことで、人の流れも回復し、仕入れは好調に推移しました。また、金相場が好調であったことや、アライアンスでの仕入れも引き続き拡大したことで、仕入れ高は154億円と過去最高額を達成いたしました。売上高、売上総利益率の推移でございます。4クォーターの売上高は、先ほどもご説明した通り、18% 増加の224億円となりました。粗利率の高い小売の売上高は順調に拡大。また、粗利率の低い自動車を含む卸売や、地金の売上高も好調に推移いたしました。また、時計相場が軟調に推移したこともあり、売上総利益率は前期比 0.3 ポイント減の 25% となっております。続いて、販管費の推移でございます。4クォーターの販管費は前期比9億円増加し、47億円となりました。FI23 は積極的に採用を行い、人への投資を行う期としており、人員拡充に加え、従業員のスキル習得と積極的な投資を行いました。その結果、人件費は前期比3億円増加の17億円となりました。また、ウェブマーケティングも積極的に行い、集客に注力したことで仕入れ拡大を実現しました。この結果、広告宣伝費は6億円と前期比約2億円増加となっております。こちらは営業利益額、営業利益率の推移でございます。先ほどご説明した通り、来期を見据えた先行投資を実施したこともあり、第4四半期の営業利益は前期比 11% 減の 8.4 億円、営業利益率は 3.8% となりました。こちらはバランスシートの概況です。総資産は前期末に比べ44億円増加しました。その中でも商品の在庫に関しましては、前期末63億円から76億円と13億円増加しております。なお、好調な仕入れに加え、FY23 は米自動車の M&A、またオフィス移転等の投資も積極的に行い、借入金は27億円増加しております。続いて、販路別の売上高推移でございます。自社オークション売上高は112億円と過去最高を更新いたしました。小売については、インバウンド需要回復により、小売店舗売上が引き続き好調に拡大し、小売売上高は前期比 83% 増加の29億円となり、売上構成比は 13% と前期比 5% 増加しました。また、自社オークションにおける委託が引き続き好調に推移したことで、自社オークションの手数料は前期比 15% 増加の約8億円となりました。2クォーターに M&A した米自動車が軌道に乗り始めたことや、金相場が引き続き好調に推移したことから、地金を含む卸売り、
その他も前期比 21% 増加の74億円となっております。続いて国内海外の売上高推移でございます。インバウンドの需要回復により小売売上が増加したことに加え、オークションにおいても国内パートナーの買い意欲が旺盛であったことにより、国内売上高は前期比 32% 増加の178億円となりました。また海外売上高比率についても 20.5% と依然高水準を維持しております。続いて 2B オークションの実績の推移でございます。国内のスターバイズオークションは月4回、8オークションは月1回、香港のスターバイズオークションは四半期に1回の開催としており、安定した開催を継続しております。国内スターバイズオークションの月4回開催が安定的に稼働していることに加え、国内外のパートナーの拡大、特に海外パートナーの参加によりですね、落札率 90% 超と高水準を維持できております。続いて第4四半期のハイライトについてご説明させていただきます。まず GMV の推移でございます。自社オークションにおける委託が引き続き好調に推移しており、委託落札額は前期比 69% 増加の27億円。自社オークションに占める委託比率は 19% と引き続き好調に推移しており、通期で初めて委託落札額100億円を突破することができました。オークションにおいては、国内、海外パートナーが数多く参加いただけていることによって、競争率が上がり、高値で販売ができております。日本国内の認知もさらに大きくなり、委託商品が増えてきておりますので、今後も引き続き委託の拡大に努めていきたいというふうに思っております。こちらはスターバイズオークションのパートナー会員数でございます。現在、国内で2626社、海外で892社の合計3518社と、国内、海外ともに好調に拡大を続けており、B2B 世界最大規模のオークションに成長することができております。また、スターバイズオークションにおける国内、海外の落札額の比率でございます。直近はインバウンドの需要回復により、国内パートナーに積極的に落札していただいていることもあり、国内比率が引き続き上昇しておりますが、シーズンを通じてこのように海外パートナーによる売上比率が 30% を超える水準で推移しているオークションは日本にはないため、引き続き営業活動を積極化し、世界でも唯一無二のオークションに育てていきたいというふうに思っております。続いて、買取店舗の展開についてでございます。国内は年間新規出店数10から15店舗の計画に対し、10店舗出店することができました。不採算店舗の退店等を行った結果、期末の国内の店舗数は135店舗となりました。今期も新規出店数10から15店舗の計画で出店を継続してまいります。海外につきましても、特に東南アジアでの出店が進んでおり、期末の海外店舗数は直営店舗とパートナー店舗合わせて38店舗となりました。すでに今期はシンガポールにおいてパートナー店舗2店舗を出店しております。続いて、今年7月にスタートした新サービス、アリューファッションマーケットについてご説明させていただきます。特徴としては大きく2点。1点目は購入した商品を使いながら売れるということです。ユーザーは購入時にファッションマーケットに商品登録をしておくだけで、そのアイテムに興味のある世界のユーザーから購入のオファーが届き、金額が成立すればすぐに売却することが可能となっております。売りたい人と買いたい人の間には必ずアリューが介在し、適正価格でのマッチングを行いますので、ユーザーも安心して取引が可能になっております。2点目は NFT の活用でございます。このプラットフォーム上に出品される商品には、当社が鑑定を行ったことの証明として NFT を発行しているため、高額なアイテムでもユーザーが安心して取引できるという仕組みがございます。以上、世の中のこの大多数の人は商品を購入してから約3ヶ月から6ヶ月程度でその商品を使わなくなるというふうに言われており、使いもせずクローゼットの奥に眠らせてしまうことにより価値の目減りが発生しております。販売した商品が自動的に再出品に回れば、我々としては自らの在庫リスクを負うことなく、ユーザー同士をマッチングさせることでの手数料収入を獲得することができるようになります。
こちらはまず日本からスタートさせ、今期から来期にかけてグローバルコマースを成長させてまいります。続いて FY24 からの重点戦略についてご説明させていただきます。中期経営計画で掲げる主要 KPI の進捗状況です。 FY25 の目標に対して計画通りに進捗しております。中継期間においては各期テーマを設定し成長投資を実行しております。 FY23 は人的投資に特に注力しつつも、米自動車の M&A や小売 EC を世界で強化するためにサイトのリプレイスを行うなど、領域拡大やグローバル展開に関しましても FY24 以降を見据え先行して投資してまいりました。さらに FY24 は中期発表時には領域拡大を投資テーマとしておりましたが、 FY25 の注力テーマであるグローバル投資も前倒しする形で領域拡大とグローバルに注力する計画でございます。投資期と位置づけている現中継期間残り2期におきましては、さまざまな領域への投資を継続してまいります。その詳細については次のページ以降でご説明させていただきます。まず仕入れ拡大についてご説明させていただきます。仕入れ商品の確保は当社の成長ドライバーとして必要不可欠であり、新規出店とウェブマーケティングへの注力は基本戦略として継続いたします。 FY24 の新規出店は前期同様、国内では10から15店舗を予定しております。また直近拡大することができているアライアンスにつきましても引き続き強化し、自社でリーチできていない顧客層からの仕入れにも注力させていただきます。さらに CRM 強化を行い、リピーターを獲得することで顧客獲得コストを低減させながら効率的な仕入れ拡大を狙います。最後に海外につきましては、国内におけるデジタルマーケティングのノウハウを生かし海外市場での仕入れ拡大を図ります。なお海外におきましては直営出店も行いますが、パートナー店舗の出店をスピーディーに進め面を抑えつつ次期中継の仕入れ拡大につなげていきたいというふうに考えております。これらの取り組みにより毎期10から15% の仕入れ高成長を引き続き目指してまいります。小売強化としてはまず FY24 では国内新規出店2店舗を予定しております。12月オープン予定の心斎橋アネックス店はブランド品だけではなく自動車の取り扱いも行う当社として初の複合店となっております。自社の顧客データでは高級時計を売却するユーザーが高級車を所有している割合が非常に高く親和性があるため、我々が注力する LTV 向上施策としてチャレンジしてまいります。また下期には日本海外ともに富裕層が多く訪れる新宿伊勢丹付近での大型店舗の出店を予定しております。自社での小売力が今後の成長のドライバーとなりますので、小売の方でもデジタルマーケティングに注力し日本そして海外ともに売上認知の獲得を目指してまいります。小売強化策の2つ目としてグローバル EC の構築を進めてまいります。 US と UK ですでに EC サイトを開設済みでございますが、 FY24 中に香港、シンガポール、フランスでも開設を予定しております。各拠点で EC サイトを展開し、国内外すべての拠点で在庫連携を行うことで当社が保有する商品を世界中に同時出品することが可能になります。スタバイズオークションで落札された商品をシームレスにアリューで販売できるというフルフィルメントサービスや、先ほどご説明したファッションマーケットでの顧客マッチングを増加させ、ラグジュアリーグローバルコマースを実現してまいりたいというふうに考えております。3つ目に 2B と 2C の同時出品についてご説明させていただきます。世界中で買い取りした商品、またパートナーからの委託商品を2B、2C へとシームレスに販売できるシステムを開発いたしました。その第一歩として、現在商品の大半をオークションで販売しておりますが、オークションに出品するまでのリードタイムを活用し、その商品を小売の EC サイトに掲載し販売するという新しい販売手法を FY24 にスタートさせていただきます。
オークション出品用の保管期間、保管期間の限定のため、在庫回転期間の長期化なく、オークション出品までの間に、小売 EC で販売成立になれば、売上総利益率の改善にも寄与してまいります。この施策を通じて、小売を効率的に拡大し、アリューの販売力を強化していきたいというふうに考えています。先ほどご説明したグローバル EC や、プルフィルメントサービスを通じたアリューでの委託販売を掛け合わせることで、C2B2B のみならず、C2B2C の世界展開を進めてまいりたいというふうに考えております。そして先ほど少し触れさせていただきましたが、プルフィルメントサービスとは、オークションに出品したい商品をスターバイズオークションに丸投げすることで、検品やデータ入力、そしてクリーニングや商品撮影など、販売するために必要な業務をすべて代行できるというサービスでございまして、徐々に利用者が拡大してきております。またこちらのフルフィルメントサービスのもう一つの特徴としまして、パートナー様にとっての販売機会の創出がございます。これまでのようにオークションに参加されるパートナーは、我々のスターバイズオークションで商品を落札した後、他社サイトで販売するためにまた同じように商品撮影やデータ入力を行っておりました。右上に新たな開始という記載がございますが、私たちが提供するフルフィルメントサービスを使うことでですね、落札後パートナー様自身が行っていた EC 販売においての全ての業務を丸投げできるため、煩雑な出品業務をすることなくアリューでの委託販売を行うことが可能になります。私たちとしては、オークションで販売した商品の所有権はパートナーに代わるものの、在庫リスクを負うことなく、アリューで販売できる点がメリットになりますので、引き続きフルフィルメントサービスを充実させていきたいというふうに考えております。オークションの委託拡大につきましても、重要な施策の一つとして引き続き注力してまいります。3月にスタートしました SaaS 型新機能は、パートナー様のノウハウ不要で自社名義のオークションを開催することができ、海外を含むスターバイズオークションの既存パートナーに対して販売ができるため非常に好評でございまして、委託の拡大に大きく貢献しております。この SaaS 型新機能の提供で委託出品商品を拡大させ、自社買取商品も含めオークションの充実度を図ることで、さらに多くのパートナーが集まり、競り上がりによって高値で落札され、そして、結果高く売れるオークションとして、さらに委託商品が集まるという好循環が生まれ、ますので、世界ナンバーワンのグローバルオークションのプラットフォームを実現してまいりたいというふうに思っております。そして FY24 は買取販売の両面で、海外展開を加速してまいります。買取面につきましては、新規出店はパートナー店舗を中心に積極的かつスピーディーに出店する予定となっております。出店に加えて当社の強みであるウェブマーケティングを海外の各地域においても本格的に導入することで集客を増やし、仕入れ規模を拡大させていく計画でございます。販売面におきましては、世界中の当社在庫商品を一気通貫で管理、またより機動的な販路選定を実現させ、まずは海外各拠点における EC サイトの開設を FY24 中に完了する予定でございます。スターバイズオークション参加パートナーの開拓活動についても引き続き注力してまいります。また、ブランド品以外の実物資産への領域拡大についてはこちらの資料でございます。FY23 には、高級車の修理販売に特化した米自動車を M&A し、高級自動車事業の強化を図っており、また不動産につきましても一定の成果を残すことができました。今後も引き続き世界中で評価される価値ある実物資産についての課題をワンストップで解決し、グループであらゆる商材を目利きすることで得られる顧客のライフタイムバリューを向上させていきたいというふうに思っております。続いて、自動車事業の強化についてご説明させていただきます。昨日、プレスリリースいたしましたが、米自動車とツイステッド社の提携についてご紹介させていただきます。ツイステッド社は、ディフェンダーのカスタム、また再販を行うイギリスの企業でございますが、この度、米自動車が日本における独占販売契約を締結いたしました。
中古のディフェンダーをカスタムすることで再販を可能にするモデルでございまして、中古自動車におけるサーキュラーエコノミーへの貢献を目指してまいりたいというふうに思っております。また、アリュー心斎橋アネックス、新店での自動車の取り扱いや、なんぼや、そしてアリューを含む既存事業との相互送却により、自動車事業の強化を注力してまいります。そして、こちらは当社ビジネスモデルにおける、重点投資領域を示したものでございます。既存、資料の下のに記載ございます、既存事業で得られた利益を、上部で示す領域へと投資してまいります。特に FY24 には当社の成長ドライバーである買取に引き続き注力することに加え、店舗出店を含む小売強化と自動車事業の強化に注力いたします。2030年にサーキュラーデザインカンパニーの実現を目指しておりますが、世界中から集めた商品を在庫連携によって世界中で広く販売し、販売後もサービスを通じて商品が循環していくようなプラットフォームの構築を目指してまいります。商品だけでなく、顧客までもがバリエンスを中心に循環する独自のモデルを構築することで、持続的な成長を遂げていけるというふうに確信しております。ここまでご説明させていただいた通り、現中継期間はですね、投資期と位置づけており、特に FY24 は海外、小売、自動車事業を中心に投資を前倒しで実行いたします。そのため中計最終年度となる FY25 に営業利益が大きく伸びる計画としております。次に今期の通期業績見通しについてご説明させていただきます。今期についても引き続き当社の季節要因等を勘案して、業績は下期変調となる計画でございます。まず外部環境についてでございますが、時計相場は軟調に推移していた FY23 下期並みの水準で推移する前提としており、金相場につきましても急騰は考慮せず大きく変動しない前提としております。また仕入れ面における競争環境は引き続き変わらず厳しい想定はしておりますが、当社の強みであるウェブマーケティング、SEO など、また CRM の施策により、仕入れ拡大を努めてまいります。仕入れにつきましては、先ほどご説明した通り、今期も国内10から15店舗の買取店舗の新規出店を計画しております。例年、当社2クォーターは営業日数が少ないことや季節要因により、仕入れが落ち込む傾向にあることも踏まえ、FY24 上期は、FY23 下期とほぼ横ばいの仕入れを計画しております。アライアンスなどによる仕入れ拡大、新規出店の効果による仕入れ拡大を織り込んでおります。トップラインにつきましては、仕入れ計画に基づき計画を策定しておりますが、例年通り下期にかけて年末商戦を見据え、パートナーの買い需要が増加傾向にあることもあり、下期に伸長する見込みでございます。また、今期は国内小売店舗の2店舗出店、グローバル EC サイトの展開の加速など、小売にもより注力してまいります。フルフィルメントサービスや SaaS 型新機能の提供などにより、オークションプラットフォームの充実も図り、オークション委託拡大における手数料売上、あらりの拡大も計画しております。売上総利益率は、小売比率の上昇及び、オークション委託拡大により、売上総利益率は上昇する一方、売上総利益率が低い自動車事業の強化等も考慮し、FY23 より 0.5 ポイント程度の改善を見込んでおります。販管費につきましては、買取店舗の新規出店に加え、小売店舗の出店も計画していることから、地代家賃や減価償却費が増加する見込みでございます。また、海外における買取販売両面において、ウェブマーケティングを強化いたしますが、広告宣伝費、販管費は売上高の 3% 程度で運用していく計画でございます。なお、人材採用や人への投資は継続して行ってまいります。以上を踏まえ、今期の業績は売上高前期比 18% 増加の901億円。また、先ほどご説明した通り、小売出店や自動車事業の強化による領域拡大、グローバルへの投資など、投資を前倒しで実行するため、営業利益は前期比 30.5% 増加の
28億5000万円を計画しております。また以前よりご説明している通り、当社業績は下期偏調になるため、今期より上期下期での業績も開示することにいたしました。上期営業利益は6億7000万円、下期営業利益は21億8000万円を計画しております。こちらは直近3カ年の営業利益を半期推移で示したものでございます。半期推移では下期に大きく伸長していることがお分かりいただけるかと思います。特に2クォーターは年末年始や2月の営業日数が通常四半期より少ないこと、また天候等の影響等もあり、例年当社の仕入れは減少し、3クォーター以降に増加する傾向にございます。FY24 も引き続き投資を先行して行うため、例年の季節特性も踏まえると、FY23 程度の下期偏調度合いとなる見通しでございます。FY23 の配当につきましては、30円を予定しており、FY24 の配当は5円増配の35円を計画しております。中長期的かつ持続的な企業価値向上を目指し、株主に対する利益還元に努めることを重要な経営課題として位置づけ、配当成功は原則として 30% 以上を目標としております。最後にサステナビリティの取り組みについてご説明させていただきます。当社は事業特性やステークホルダーからの期待を踏まえ、18のマテリアリティを特定しております。そのマテリアリティをもとに、当社が目指す姿を E、S、G それぞれについてこのように定めております。そして、持続可能な社会への貢献と当社の持続的な成長を目指し、こちらの通りコミットメントを定めております。企業としての責任を果たしていくため、カーボンニュートラルを目指すとともに、働く環境の改善やガバナンスの強化を図ってまいります。また二酸化炭素の排出量に関し、当社はスコープ1、2、3それぞれを策定しております。FY30 のカーボンニュートラルに向け、排出量削減のためのアプローチを進めてまいります。さらに、当社独自の取り組みとして、リセールインパクトの算出を行っております。リセールインパクトとは、商品をリユースすることによって、二酸化炭素排出や水の使用などの環境負荷の回避にどれだけ貢献したかを見える化したものでございます。人的資本につきましては、FY23 の投資テーマとしても定めておりましたが、パーパス実現に向けては、人材の価値を最大限に引き出すことが必要不可欠という認識のもと、人材の専門性の強化や、組織としての多様性の確保を推し進めてまいります。人材育成及び社内環境整備の方針に関する指標と目標をこちらの表の通り定め、FY25 の従業員エンゲージメントスコア 4.2 を実現させ、目標達成を目指してまいります。こちらは11月27日開催予定の第12回定時株主総会終結後の取締役の体制でございます。新任社外取締役1名の追加により、人事、グローバルビジネスに、及びサステナビリティが強化されます。社外取締役は引き続き過半数を維持し、ガバナンス強化にも引き続き注力してまいります。以上で私からのご説明は終了いたします。ご清聴ありがとうございました。